今回は偶数を2回ずつかけて奇数で2回ずつ割ると2分の π になるというオリスの公式について話していくのだ。自然数の掛け算と割り算だけで円周率が出てくるのは不思議ね。でも2回ずつといっても分子の偶数はちゃんと2つずつペアになってるけど、分母の奇数はちょっとずれてて変な感じがするわ。確かにちょっと惜しい感じはするのだが、ずれていることにはちゃんと意味があるのだ。それを説明するためにまずは右辺の式の意味について説明するのだ。右辺の式だけ取り出して、1つ目の分数を W1、2つ目までの積を取ったものを W2、 N 個目までの積を取ったものを WN と置くのだ。すると初項を W1 とし、 WN を WN-1 に 2N-1 かける 2N たす1分の 2N かける 2N をかけたものとする数列ができるのだ。一応確認しておくと、例えば W3 はここまでの積で、 W4 はそれに4の2倍である8を2つかけ、8より1小さい7と8より1大きい9で割った値になるのだ。そして数列 WN の N に関する極限を取ったものが一番上の式の意味で、これが2分の π になるというのがオリスの公式なのだ。では分母の奇数をずらしたこの値はどうなるかというと、例えば W4 はこの部分の値に一致するので、ここの9が余計についてしまうのだ。よって N 個目までの積を W'N と置くと、それは WN の 2N たす1分の1となり、値が異なってしまうのだ。特にオリスの公式を仮定すれば、この部分の影響で W'N の極限は0になってしまうのだ。次に分母を逆方向にずらしたこの式を考えると、この部分は上の式と比べてここの9分の1の分子となるので、それをもとに考えると N 個目までの積はこのような値になるのだ。この場合も WN の値とは異なってしまうのだ。ちょっとずれるだけで全然違う値になってしまうのね。そうなのだ。だからオリスの公式の分母がちょっとずれているのはそういうもんだと思ってほしいのだ。さて式の意味が分かったところで、この式を発見したオリスという人物について簡単に説明するのだ。オリスは17世紀のイギリスの数学者で、主に微分積分学の発展に貢献した人物なのだ。8を横に倒したような無限大の記号を導入したのもこの人物なのだ。オリスの公式は1656年に出版された著書アリスメティカ・インフィニトーラムに書かれているのだ。この本はウェブ上で公開されていて、タイトルで検索すれば見つかるのだが、ラテン語で書かれているので読むのは大変なのだ。イギリスなのに英語じゃなくてラテン語なのね。この時代のヨーロッパでは学問の世界においてラテン語が標準的な言語として使われていたらしく、例えば1687年のニュートンの著書プリンキピアもラテン語で書かれているのだ。このウォリスの著書の内容を一部抜粋すると、X の有理数のべき乗を定義し、その積分を計算したこと、そして4分の1円の面積であるこの積分を計算し、円周率を求めようとしたことなどが挙げられるのだ。その結果がウォリスの公式なのね。そうなのだ。ウォリスの基本的な考えは、この積分を直接計算するのではなく、この積分とこの積分の間の値としてうまく補完するというものだったらしいが、よく言えば成功な手法、悪く言えばデタラメな論法であるらしく、それにもかかわらず結果は正しいのだ。デタラメな論法なのに結果が正しいって奇跡的ね。この時代はまだ微分と積分の関係が知られておらず、したがって置換積分や部分積分などの計算技術もなかったが、それらがあればオリスは正しい証明ができたかもしれない。そう思えるぐらい、この動画でのオリスの公式の証明においてこの2つの計算手法は重要なのだ。またオリスはこの本の出版の4年後に曲線の長さを求める論文を出しており、それもそう思わせる根拠になっているのだ。ということでこの動画ではまずオリスの公式の正しい証明を紹介し、その後オリスの公式を使って実際に円周率を求めていくのだ。
それでは最初にオリスの公式を証明するのだ。まず半径1の4分の1円を考えるのだ。横軸を X、縦軸を Y としてこの曲線を式で表すと、円の方程式 y に乗足 x に乗イコール1を y について解いて、両辺のルートを取るとこのようになるのだ。ここでこの部分は常に正の値で、曲線の y 座標も常に正なので、プラスマイナスのうちマイナスの部分は不要で、曲線はこのように表されるのだ。さてこの図形の面積を考えると、半径1の円の面積が π であることから4分の π であるが、積分で表すとこのようになるのだ。次にこの曲線の長さを考えると、円周の長さが 2π なので2分の π で、積分を用いてこのように表されるのだ。 f の微分を計算すると、 f は 1-x2 乗の2分の1乗なので、2分の1の 1-x2 乗のマイナス2分の1乗の 1-x2 乗の微分でマイナス 2x となるのだ。整理するとこのようになるので、上の積分の式に代入してこのようになるのだ。これを計算すると、 1-x2 乗たす x2 乗が1であることに注意してこのようになるのだ。ここで2つの積分の中身を比較すると、ちょうど 1-x2 乗倍だけ異なるのだ。だからさらに 1-x2 乗をかけて n 回かけたこの積分を考えると、円周率について何か分かりそうな感じがするのだ。 n が0の時は円周の長さ、 n が1の時は円の面積なら、 n が2の時は何になるの？それは分からないのだ。分からないが、時にはそのような考えから離れるのも大事なのだ。まあ確かにそれもそうね。さてここの角度をシータと置くと、ここの長さはサインシータで、このように垂直に線を引くと横軸の長さ x に対応するので、 x をサインシータに置換してみるのだ。積分範囲は x の範囲が0から1なので、シータは0から2分の π となり、中身は x をサインシータに置き換えてこのようになり、サインの微分はコサインなので、コサインシータをかけてこのようになるのだ。 1-sin2 乗はコサイン2乗で、コサインがこの範囲で常に0以上であることに注意して、この部分が相殺するので、元の積分は結局コサイン 2n 乗の積分になるのだ。ちなみに x をサインシータではなくコサインシータと置いても計算できるが、どちらにするかは好みの問題なのだ。これを i に n と置いてこの積分をさらに計算していくのだ。まずスペースを確保して、これを部分積分の公式を使って変形していくのだ。一応補足しておくと、この公式は積の微分のこの項を移項して両辺の積分を取れば得られるのだ。さてサインの微分がコサインであることに注意して、上の積分のコサインを一つだけサインの微分で表すとこのようになるのだ。ただし n が0の時は例外なので、 n は1以上としておくのだ。これに下の部分積分の公式を適用すると、右辺の最初の項はこのように、次の項は sinθ× cosθ の 2n-1 乗の微分になるが、それは 2n-1 に cos の次数を1減らして cos の微分のマイナス sinθ をかけたものになるのだ。最初の項は sin0 が0であることと cos2 分の π が0であることから0であり、2項目は少し整理してこのようになるのだ。ここで sin2 乗を cos で表し、展開すると cos の2つの積分で表されるのだ。2項目のこの部分は元の積分と同じで、1項目のこの部分は中身の cos が 2n-2 乗になっているのだ。よって i2n と i2n-2 を用いてこのように表されるのだ。意外と綺麗にまとまるのね。あとは i2n と i2n-2 に関するこの式を整理してみるのだ。スペースを確保して、この部分を左辺に移行すると、左辺は 2n 倍の i2n となるので、両辺を 2n で割ってこのような i に関する全化式が得られるのだ。この部分にさらにこの全化式を適用するとこのように変形できるのだ。これを繰り返して i0 まで変形するのだ。
ここで I0 はコサインの0乗の積分で、コサインの0乗は1なので、この積分は2分の π となるのだ。これで I に N が計算できたが、この部分が長いので、 2N までの偶数の積をこのように、 2N-1 までの奇数の積をこのように表すこととすると、 I に N はこのように表されるのだ。奇数を偶数で割っていて2分の π があるから、オリスの公式に似てると思ったけど、よく見たら全然似てないわね。オリスの公式までは後にステップ必要なのだ。ここまではコサインの偶数上の積分を考えてきたが、次はコサインの奇数上の積分を考えるのだ。さっきと同様に、このように変形して部分積分の公式を適用すると、この部分がさっきと異なりに N であることに注意して、計算は省略するが、このようになるのだ。I に N たす1について整理すると、このようになり、繰り返し適用して、このようになるのだ。ここで、I1 はコサインシータの積分なので、それはサインシータであり、サイン2分の π は1、サイン0は0なので、これは1になるのだ。よって I に N たす1の値は、このようになるのだ。こっちには π が出てこないのね。これで、I に N と I に N たす1が求まったのだ。ここでコサインシータが1以下であることから、両辺にコサインシータの 2N 乗をかけて、このような不等式が得られるのだ。同様にしてこのような不等式も成り立ち、それぞれを積分すると IN に関する不等式が得られるのだ。この IN たちに一番上の式を代入するとこのようになり、それぞれの辺をこの部分で割ると、このように2分の π で挟まれた不等式が得られるのだ。この部分は n の無限大への極限で1になるので、間に挟まれたこの部分は n の無限大への極限で2分の π に収束するのだ。あとはこの部分が動画の冒頭で紹介したオリスの公式の値に一致することを確認するのだ。分子は偶数が2つ、分母は奇数が2つだから、パッと見一致してそうな感じがするわ。赤枠の部分を WN と置いて、それぞれの二重階乗から一番大きい偶数と奇数だけを分にすると、残りはこのようになるのだ。これは赤枠の式の N に N-1 を代入した値なので、WN-1 に一致し、これを繰り返してこのように変形されるのだ。最後のこの部分は赤枠の式の N に1を代入したものなのだ。これはウォリスの公式に現れた式と一致し、下の不等式から極限を取って2分の π に収束するので、これでウォリスの公式が示されたのだ。それでは最後にウォリスの公式を使って円周率を求めてみるのだ。 WN をこのように置いた時、さっき示したようにこの極限が2分の π だったので、円周率を計算するには WN の2倍を計算すればよいのだ。比較のために正しい円周率の値を書いておいて、計算するとこのようになるのだ。N が10倍になって、やっと誤差が1桁減るのね。N が1000ぐらいでやっと 3.14 まで求まると考えると、円周率の計算には向かないようね。そうなのだ。収束はかなり遅く、計算は大変なのだ。あと、もう一つ不満なのは、円周率の値がすでに分かっている前提で誤差を計算しているところなのだ。収束の遅さは改良できないが、そこは改良するのだ。さっき計算した通り、IN はこのような値で、コサインに関するこの不等式を積分して、この不等式が成り立つのだ。さっきは真ん中が I に N たす1だったが、今度は I に N が真ん中なのだ。この不等式に上の値を代入して、この値で角辺を割るとこのようになるのだ。左辺のこの値は WN と一致するが、右辺はこの部分が WN とちょっと違うので、 WN に一致させるために分子に 2N を分母に 2N たす1をかけて、調整のためにその逆数をかけるとこのようになるのだ。これでこの部分が WN に一致するので、 WN に置き換えるとこのようになるのだ。見やすくするために定数を1と 2N 分の1に分け、全体を2倍すると円周率に関する不等式が得られるのだ。
π が wn の定数倍で挟まれたから wn を計算すれば π が求まるのね。そうなのだ。そしてこの部分がその誤差となるのだ。 wn は2分の π に収束するので n が10倍になれば誤差も約10分の1になるのだ。それではこの不等式を用いて円周率を計算するのだ。円周率の正しい値をここに置いておいて、とこのようになるのだ。収束の遅さはさっきと大して変わらないが、これでちゃんと円周率が求められたのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。オリスの公式は円周率の計算には向いていないが、見た目の奇抜さだけでなく、実は他の公式の証明にも使える有用な公式なのだ。今後の動画で使うかもしれないので、その時はこの動画を思い出してほしいのだ。計算に使ったサンプルプログラムは公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が少しでも面白かったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。